フロロフ化は、ソビエト連邦において1920年頃から製造された摩耗ないし故障が認められた M1891 小銃を原型とするスムースボア領銃の非公式な通称である。その名は、改造手法を考案したトゥーラ造兵将所属の銃器設計者、ピョートル・ニコライエビチ・フロロフに由来する。後には別の小銃から改造された類似の領銃も、 同様に、フロロフカと呼ばれた。ライフル銃から、スムースボア領銃への改造は、ロシア以外の国でも行われた。例えば、西ヨーロッパでの例が知られる。ロシア帝国においては、トゥーラ造兵省が1886年に開発した領銃の例がある。これは、正式装備を外れた、クルンカ小銃を回収したものだった。1902年、 正式小銃がサンリニア後継銃へと更新されたことを受け、帝国軍事評議会は5万丁のベルダン小銃をトゥーラ造兵賞へ送り、スムースボア領銃への改造を行わせることを決定した。同年中に造兵賞内の作業所で改造が行われ、ベルダン小銃を原型とする何種類かの領銃が製造された。国営兵器賞に加え、様々な民間の事業者も、 類似のベルダン改造猟獣の製造を行った。民間で製造されたモデルの後継としては、32二十28光二24後継などがよく見られたほか、20後継や16後継のモデルも比較的少数あった。薬室の長さは大抵 70mm だが、65mm のものが少数あった。重心を切り詰めたモデルがあったことも知られている。 本来と異なる光景の弾薬を用いての中東を確実にするため、閉鎖方法の改良も試みられた。これは三つの手法、すなわち、銃尾式として知られる手法、ウラジーミル・エロニモビチ・マルケビチが考案した手法、銃器技師カリエフが考案した手法のいずれかでなされた。これらの銃は、三段用ベルダン式銃という名称で販売された。 第一次世界大戦が勃発した後には、軍用小銃の不足が起こったため、1915年には、これを補うべく、ベルダン小銃から領銃への改造が中止された。1918年、ベルダン小銃及びサンリニア後継銃を原型とした、改造領銃の製造が再開する。トゥーラ兵器賞及びイジェフスクの、フロロフキ兵器賞において、1941年まで16、 後継、20後継、24後継、28後継、32後継のモデルが製造された。こうして生まれたフロロフカは、1920年代に安価な領銃として普及した。改造領銃の製造は、大量に残されていた、老朽化した小銃の処分も兼ねていた。フロロフカは単重心双獣心三重心のモデルがあり、 後継や重心長が異なる11種類のバリエーションがあった。バイマル共和制時代のドイツでは、九98不標銃を原型とする20後継、16後継、また比較的少数の12後継のスムースボア領銃の製造が1919 19年から行われたが、重心はいずれも新造されたものだった。この改造領銃は、第二次世界大戦前のソビエト連邦に大量に、 輸入され、トルグシンを通じて販売されていた。大祖国戦争後の1945年から1948年頃、トゥーラ造兵将では、軍用3リニア後継小銃 m 1 8 9 1 3 0を回収した弾装付け3弾銃 R-32 を製造した。金属スリーブ付き32後継弾用に再設計されていた。戦前のフロロフカとは異なり、 R-32 のボルトハンドルは M1891-30 の狙撃用モデルと同様、下側に屈曲していた。1980年代までにオリジナルのフロロフカはほとんど使われなくなっていたが、同種の両銃は以後も広く使用された。ムーフロン410-2013年の武器展示会2013では M1891 小銃を原型とする。 410X76mm 仕様のカービン銃、ムーフロン410が発表されている。フロロフカは、モシンナガン小銃を原型として、重心及び薬質を32口径28、口径に合わせて削り、機関部及びボルトを、資料三段用に適用させ、小銃機を交換したものである。断層が残された32口径銃の例も、少数あるが、 改造が安価かつ容易だったので、大抵は単発銃にされていた。重傷が交換される場合もあった。大祖国戦争の際、一定量が武装警備隊向けに配備された。戦前には、ボークレでも三輪や後継銃が用いられていたが、戦時中には赤軍及び人民民兵が編成した訓練部隊への配備が優先され、これを補う代用品として、 フロロフカが選ばれたのである。ありがとうございます。